生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。まあ最近アレちゃん人気もすごいね、どんどんピロシキーズの方で出てきて、まあなんか見てる層がやっぱな、男性がな結構多いっていうのもあるんやけども、ネットでやっぱ見てるとさ、シャラポワだったりとかザギトワちゃんとかさ、ザギトワちゃん、なんかやっぱロシア美女みたいなものにやっぱり注目が結構よくいくなって思うね。ロシアの嫁作りたいわみたいな。あー、それよくなんか書いてんの見るね。どうせこのピロシキーズを見てる層にもアレちゃんみたいな女と結婚したいって思ってるやつおるやろ。あら、それはええねん。あ、それはええの？それはええ、それ大丈夫だ、よかった。ただアレちゃんに限ってええねん。あ、大丈夫なん？いい、まあ要はロシアの女と結婚してみたいなとか付き合ってみたいなとかいう層もいたりするわけやん。いやー、なんか格ね、ちょっとロシアにね行って国際結婚しようかなとか、うん、もうね、悪いことは言わへん、やめといた方がいい。これ俺が思ってること。これわかるかな、俺が言いたいこと。私もね、やめといた方がいい。いや、もちろん全ての女性がそうだとは言わない。もちろんそれはいろんなロシア女性もこういう人もいれば違う人もいればってあるけど、ちょっとね、日本的な感覚で望むと痛い目に遭うんじゃないかなって思う。ちょっと感覚の違いというか、ロシアの女像っていうのがちょっと特殊じゃない？え、結構すごいよ。ロシア行く時にいつももうついていけへんね、あのレディーファーストの下り。あ、もう当たり前のことやん、そんな。レディーファーストとかもそんな、どこでもいつでも。もうな、何が腹立つってさ、普通にバス降るやん、こうやって。待ってんねん。で、ロシアってさ、降りるとこも乗るとこも一緒やん。同じ入り口で、ね。だから、まあ先に降りる人が降りて、その後乗ろうと思ってバスの前で立ってるわけよ。知らん女が降りてきます。そしたら、手差し伸べてくんねん。なんか取ってくれみたいな。私今から階段降りるから安全に手を持って私を床まで下ろしてくれって。知らん男やで。何も言わんと、何も言わん、当然のように。はぁって思って、やらねえよって思うよね。車のドアを開けないと乗ってこない。もう待ってんだよ、こうやって。そう、こうやって待って。何？なかなか乗ってこへんなと思って、どうしたのって言うと、ドアが開かない。ドアが開いてないから。え、俺もうね、無理なの。文化の違いといえど、それに付き合ってるロシアの男、どうかしてるなって思うのよね。プレゼントとかにしてもよ、もうとにかくどうでもいい普通のデートでも、もう必ず花束がないとダメなんだよ。そう、しかも2本3本とか10本とかダメだよ。ちゃんと30本とか50本とか大きい花束じゃないとダメだから。ふざけんなこの野郎。いやいや、聞いたことある。うちもなんかそのどう反応したらいいかちょっと分かんないのがあって、うん、デート行ったんやけどって言われて、で、デート、いいねって聞いてると、いやでもさ、その男が花3本しか持ってこなかったんだよ。え？花束言えるか！3本だけ？ 3 本だけよ！いや、男の人買ったんやで。3本でも2本でも何でもいいけど、買ったんやで。プレゼントをもらっているのにもかかわらず、基本的にそれに文句をつけることがもう平気よね。いや、もう全然。日本やったらな、なんかしょうもなくても、あ、すごい。あ、ありがとうって言って受け取るやん。下手したらなんか、え、花束とか恥ずかしいみたいな。みたいな。一本でもなんかちょっと、って。もうそれをもらって、3本だけみたいな、その感覚に陥る感じが、やばくない？もう。いや、これマジでよくあるあるだよ。あとなんかその、3月8日。わしもやマルタ、わしもやマルタ、これにかける情熱、これ3月8日ピンとくる方もおるかな、国際女性で。そう。もうね、この日になったら、もう全、もうテレビもそう、もう明けましておめでとうよりもすごいことなのよ。ニュースとかでやで、もう始まる時も、女性の皆様、3月8日、女性でおめでとうございます。皆様がきらびやかで美しく誰にでも愛されるこの1年が訪れるようにお祈りいたしますみたいなコラが始まんの。もう女性をね、お祝いするのはすごくいいと思います。いやでもプレゼントあげないでみて、そんなあげないもんならもうそんなもう今日1日も生きて帰れるかわかんない。わかるで、彼女にあげようとかね、お母さんとかあげられたらわかるで、うん、知
事のやつにもあげんとあかんねやろ。最近はちょっとなんかバレンタインティックになってきてるよね。仕事のやつにももうあげんとあかんねん。しかも男が先に出社して、なんか、なんか先に置いといて、置いといて、あげるっていうよりも置いといて、でまあそこはもう最悪目をつぶるよ。学校、あ学校で許せへん。もうこれはもう俺あかんと思うねん。学校でこうやられたことあるね、うん、ほんまに。あの女性のあの日に手紙を書いてくださいみたいな。男の子がもう強制的に女の子に手紙を書かされんねん。そうそう、強制的にやる。おめでとうございますみたいな。なんかそのあなたがどれほど美しくて素晴らしくて、10歳とかの女の子にな、お前の女としての素晴らしさをなんで10歳の男の子が語ってあげなきゃいけないんだっていう。書いてしかも女の子を後ろになんかね並べて、ちょっと並べって言われて、うち実際させられたから実際にこう並んでなんか並べなさいっつって言って、はいって並んで、で目をつぶりなさいっつって目をつぶって、うんうん、手をこうしなさいで誰にこう入れられるか分かんないけど手紙を、で、うんうん、手紙をもらうみたいな感じで、男なんか私に行かんとかね、そのそうそう、でも渡さへんっていう術はないんで、誰かしらどの女かしらには、うん、その愛の告白じみた文章を何日も前から書いて、でしかもそれだけじゃん、それも花も渡さんとあかんやろ、それも。いやしかもそのちゃんとそのなんか手作りで花みたいな感じでこう貼って作るのよ、そのなんかはがきみたいなもので、うちもらえへんかったけどなもらえへんかったかわいそうにまあでも誰からももらえへんってことはないやろ、女として生きてたら。いやすごいよ、あの高いプレゼントっていうかもうすごいからね、ほんまに。なんかもう10万円20万円の下手したら50万円のもの要求されるから、うん、もう1週間前とかからもう用意始まってて、世間がちょっとざわついてるから、あの日は3月8日だからもう私忙しいのみたいなマウントが始まり合い本当に。で女たちもあの男は私に3本しかバラをくれない男だったからあのやめた方がいいみたいな。でも3本ももろっててやれ、でも私は1本ではないよみたいな、その女同士のマウントの取り合いもしつつ、そういうマウントがもう繰り広げられて、その3月8日を万全を期して求められる。一方で男性の日もあるのよ、あるの。ただまず男性デーとは言わないの、軍人デー、うん、男性というよりも軍の経験のある男性にお祝いをするっていう。ただ男性であるだけではお祝いはしてくれないの。まあ一応最近はしてくれるんだけどね。最近はもうあの男性全ての人にお祝いしようみたいになってるけど、基本的に靴下や。あ、靴下、もうそれね、ふざけんなこの野郎、どんなやまされるかね、これ本当に。なんか女性デーでそんな忘れるようもんなら切れられるかも分からへんけど、男はあのパンティーか靴下や、男、うん、靴下やで。もうそういう環境で育ってきてるから、どうしてもなんやろ、こう女性は美しい女性でいるっていうことがそれで全て男性に果たしているような感じになってるのよ。美しくあるために生きているぐらいのなんか感じなのよ。それ以外のことを何もしませんみたいな。もうなんかその感じが結構強いのよ。ほんで尽くしても尽くしてもやで、デートとか行くやんか、楽しそうにせえへんねん。なんか楽しそうにしたらあかんのか分からへんけど、なんか最大級に喜んでたとしてもみたいな、なんかその感じ何みたいな。わかる、ありがとうとか言わないし。日本のあの女の子の、いいんですか、嬉しい、ありがとうございます。だから日本の女の子人気の理由ですよ、そこがね、一番の人気ポイントだと思う。ほんで、まあこれ言ったらあかんなって思うけど、ね、何、そんなに美人じゃない女も美人風なのよ、なんかいや努力は俺認める、努力は。ロシアの女の大変なところは、若い間は本当に努力しないと、リボンとかももうつけてないとダメだったりとか、もちろん全部ね綺麗にしたりするけど、メイクも子供の頃からしないといけないって、もう美しくあるっていうのはすごく求められるの。でもおかしくない、その綺麗にしてるのは分かるけど、私はビクトリアシークレット級の美貌を持っているみたいな、もう勘違いしてんのよねだからそんなに言うほどの方でも、もうビクトリアシークレットなのよ態度は。態度っていうか、ビクトリアさん申し訳ないですね、本当に。そうそうそう、まあでもそれでもやっぱ男からしたらさ、男ってまあ辛いけどもさ、脳みそで考えるよりも先で右の睾丸と左の睾丸で物事を考えて生きてるからさ、エッチしたいからさ、やっぱやっちゃうのよ。それでもうそれで喜んでくれて
できたらいいわみたいな、なんか喜んどってくれたらそれでええわみたいな感じでこう動いてるから誰もそれに疑問も持たへんねん。ああ、もうまたなんか言ってる覚え。そう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 。みんなじゃないで、これちょいとく。全員ではないで。ないけど結構大確率。傾向として、傾向として、そうそうそう。例えばさ、年金とかもさ、まあぶっちゃけ男性の平均寿命は60歳ちょいとかなんだよね。うん、60歳ぐらいでもう死んじゃうんだよ。で、女性が70歳ぐらい結構あって、金額男性も女性も同じ額払うねんけど、もらえる受給資格が女性は60歳から、男性は65歳から。もらえるだよ。てからそもそも男性の方が長生きしないのに男性の方がもらえるのが遅いって普通にどういうこと？どういうことってなるやん。おかしくないってならへんのよね、ロシアの方って誰も。まあ女性はその分大変なのはやっぱりもう美しいように振る舞ってないともう負け、私は負けてるっていうような扱いになってしまうから、みんな美しいものとして振る舞ってんねんけど、ただとはいえある程度の期間年を取るやん。男の人がやっぱりアプローチどんどんしてこなくなったら、うんうんうん、その時に初めてめちゃくちゃいい女になる。まあ女かおばあじゃん。まああのただおそらくあなたたちロシアの女と結婚したいと思って想像してるロシアの女の人たちはまだそんな感じじゃない。そこでその若い間にもうほんまに卑下されて虫けらのように扱われてもいいっていうことであれば狙ってもいいと思う。あ、それはね、うん、だって綺麗ですねっていう言葉あるやんか、うん、日本の人になんか綺麗だねって言うと日本の人ってえ本当ですか、ありがとうございます、やったーって言うやんか、うん、ロシアの人に綺麗ですねって言ってみて、なんて返ってくると思う。まあね、だってそれは気をつけてるから、まあね、なんか特になんもねそれは気をつけてるから当たり前ですけどって顔してくるからね。俺だからロシア行ってよく揉めるよ、いつも。その手とか差し伸べされてもなんで俺こんなん持たなあかんのって感じだし、こんなん持たなあかん、そんなんが汚い手に、なんで手汚いの持たなあかんのどこに突っ込んだか分からへんの手にそんなこれまでの人生でやで。あとこれはまあちょっと関係ないそれた話になるけどさ、ロシアでさちょっとゲイの人がさ、普通女の人を応援すること多いやん。ゲイの人女の人がやっぱなんかこう自分のことを性的な目で見てないから、うん、なんか安心してゲイ好きなんだって女の人って日本とかすごい多いと思うねんけど、ロシアの場合はゲイっていうのはこの私の美貌になびかない男、なんかムカつくみたいな感じの人も結構多い気がする。あ、もうゲイに対しての、そう、私になびかない男なんて本来いてはいけないみたいな、だから女性の応援もいただけないことが結構多い気がする、ロシアの女性からは。まあ人によります、もちろん人にだいぶよります。それはでも確かにでも分かります。まず今もう悪口ばっかりになるから、一応ロシアの女の人にもいいところはあるから、またそのうちいいところをまとめましょう。まあいい人もいます。今回はそういう動画だったからね。で、まあ、ただなんか YouTube でいろんなロシアの女性のね YouTube をあさってシコリズム作り返してらっしゃる方、妄想の方に関しては確実に自分はド M だという妄想の上で抜いていただきたいと俺は思います。 S の立場でロシア女を想像して抜いてるやつおるけど、それは幻そんなのないからないです。だからもう自分を踏まれたいとそうそう、ヒールでケツをパーって踏まれたい、やられたいっていう人は、うん、あのぜひ今後もシコリズムを続けいただければと思っております。裸向きになってます。以上現場からお送りいたしました。